ソナー敵潜水艦を見失いました。注意しろ、エンジンを止めてこちらの様子を伺っているんだ。本門を解読。ヤンキーか。いえ、日本のディーゼル艦ヤマナミです。ヤマナミ、あのしつこいやつか。敵は真上にいます。何？距離40、30、20。急速潜航、進路600。見えてないで被害を報告しろ。大丈夫、発射破損。浸水、ただし微量、原子炉異常なし。ダメージは相手の方が大きい。敵は我が艦の右舷を沈降中、深度500。排水不能で浮かび上がれなくなったようです。山並みの限界深度は700、あと100で悪化い危険心だ。680、690、700。6時30分、現場海域付近で多量の重油が確認されました。現在もなお日米合同による捜索が続行中ですが、山波は何らかの事故により深度700メートルで悪解、つまり水圧のために破砕沈没したと判断しました。じゃあ乗員は全員死亡？まだ確認しておりません。原因はロシアの原潜と衝突したという情報も飛んでいますが。その可能性もありますが、しかしロシア政府の公式発表はまだ。幕僚長、原潜との事故とすると核汚染の心配は？核汚染の事実はありません。ともかく現在調査中であり、これ以上は防衛機密に触れますので申し上げられません。速力12ノット、進路210、3番バース接岸員用意。3番バース接岸員用意。以上、訓練報告終わります。ご苦労。で、テープは？ロシア艦と衝突した音がこれに。ハイドロホーンアレイによる再音装置は現場から約70km離れてましたが、なんとか解析可能な距離でした。しかし惜しい男を亡くした。おお、信じてらっしゃる。失礼ですが、司令はご自分の目で遺体を確かめられたんですか？いや、艦と乗員の遺体を処理したのは米軍です。何もかも他人任せの情報では信じろという方が。私は信じてる。もう下がってよし。
君は防衛大で一緒だったな。海江田とは同期で昇進も同じでした。抜かれたな。幕僚会議で2階級特進が決まった。おお、艦を沈めて出世か。死者には口を慎め。海江田海将補殿だ。死者ね。これはロシア原潜のスクリュー音とピンガーです。山並はエンジンを停止しています。衝突です。ん、思ったより軽い。山並はこのまま沈下。何度聞いても嫌な音ですね。巻き戻せ。この波形はロマノフ。こっちが山並です。今エンジンを切りました。この段階で山並は衝突を予測しているはずです。海江田はロマノフにわざとぶつけたな。あと10分ほど前に巻き戻してくれ。どういうことですか。海江田の送還技術は超一流だ。ロシア艦に接触して自分だけ死ぬようなヘマはせん。しかし遺体は確認されています。お前が確認したのか。俺たち潜水艦乗りが信ずべきものは何だ。自分の目と耳と勘であります。そうだ、俺の勘では海江田は生きている。悪海約12分前です。かすかですが、これがロマノフの波形です。山並はもちろん判別できません。デジタル処理でピックアップしましたが、このバックノイズは海上の波音です。これはザトウクジラの鳴き声です。親子ですな。これもか。同じです。あとのずっと、ん、待ってください。メモリーに取ります。悪海の10分前、何か聞こえます。わかるか。信じられませんが、こいつはハッチを閉じる音にそっくりです。ハッチ？そんなバカな。海中で。海上でだ。一度浮上して全員が脱出する。無人の山並はその後自動操縦で潜航、ロマノフに体当たりした。はあ、ナンバー、これが海上でハッチを閉じた音だと証明することは可能か。このおもちゃじゃ無理です。本部のスパコンなら。防衛庁の技研本部か。こうなりゃとことんやるまでです。秘密を暴いてこい。何としても。どこだ、警部隊だ。止まれ止まれ。
長、こいつら本気ですぜ。艦長は何を嗅ぎつけたんです？多分日本がひっくり返るようなことだ。さすがにリムパック演習で空母カールミンソンを仕留めただけある。あの時は米軍のお偉方から質問攻めにあって鼻が高かったが、その優秀な部下を司令は本気で殺そうとした。バカを言うな。国家機密の漏洩を恐れたんだ。お前の勘は正しい。海江田は生きている。わざとロシア原潜にぶつけて山並みを沈没させたのは何のため？海江田たちが特殊任務に就くためだ。特殊任務？日本初の原子力潜水艦だ。日本の？日本とアメリカが極秘で製造している日米科学技術の粋を結集した高性能艦だ。しかし原潜を日本が？だからあくまで米軍の所属として極東に配備される。原潜のノウハウを取得するため乗員は全て日本人になる。そうか、海江田と山並みのクルーは。艦長、全員退避完了しました。あとは自動コントロール装置が作動します。誰にも親もあれば家族もいる。愛する者たちと永遠に別れて、彼らはそれを選んだのだ。日本初の原子力潜水艦の乗組員になる道を。選んだ？奴は選ばれたんだ。日本初の原潜、この俺を差し置いて奴が選ばれたんだ。くそ。深町、司令、たとえ命令だろうと自分の手で自分の艦を沈めるような奴に原潜を任せるんですか？お前は原潜に乗せてやると言われて拒否するか？話は分かったな。国家機密を知った以上全員は当分上陸禁止だ。処置を待て。高度を海上数メートルに保つ誘導装置は天候を問わず遠距離の標的を捕捉する精巧なアクティブレーダースキャナーを備えている。ミサイル発射管は8門あり、魚雷もこれまでの倍の50発が搭載可能になった。まさに海の魔王。以上が日米の英知を結集した新型原潜だ。コードネームを付けさせてもらった。シーバット海のコウモリだ。以上で20日間にわたる引き渡しのための講習を終了したい。質問は？要望があります。ん？試験公開の前に我々だけの最終検査を行いたいのですが。その必要はない。最終整備は完全だ。我々の検査はまだです。アメリカ側のチェックを信用しないのか？いえ、万一不良箇所があった場合、困るのは現実に登場する我々乗員であることをお考えください。どの国も自ら検査するのが潜水艦乗りの常識です。1ヶ月に及ぶアメリカ海軍原潜での搭乗訓練、そして20日間の研修において、日本人は我々を驚かせる優秀な成績を収めた。アメリカ太平洋艦隊総司令官として、私はここに列席された防衛庁長官曽根崎閣下、そして海江田艦長以下70名の乗組員諸君に深い尊敬と感謝の念を捧げたい。キャプテン海江田、機関シーバットが我が太平洋艦隊の所属となったことを頼もしく感じている。光栄です、スタイガー閣下。アメリカ海軍代表としてシーバットに同乗するデビッド・ライアン大佐だ。
キャプテン。諸君らの友情は日米安保条約の固い絆を象徴するものになろう。ではシーバット試験航海の成功を祈って乾杯。大佐、海江田は日本人の典型ですね。ん？何を考えているのか、あの微笑みからは何も読み取れない。いや、慎重な男だよ。シーバットの艦長候補は2人いた。リンパック演習の時、我が空母カルビンソンを5回も仕留めたのがあの山並みの海江田と立浪の深町だった。ほう。相関技術は並んでも2人の性格は対照的だ。深町は大胆、海江田は細心。選ばれたのは海江田の用心深さだ。海江田君、許してくれ。初の源泉の総航海は国を挙げて祝いたかったが、これが日本の偽らざる姿さ。閣下、恐れ入ります。日本は建造費の全額を負担したにもかかわらず、第7艦隊所属、コードネームは海のコウモリとはけしからん話だ。暗闇でも超音波を発信し、目と耳とするコウモリは潜水艦そのものです。自分は良い名前だと思います。艦長。分かった。ドックでの最終検査が終わったようです。確認に参りますので失礼します。排水量9000トン、最大潜水深度1000メートル以上を可能にしたこのチタン合金の船体。6万馬力を発生する S8G 型原子炉、核弾頭装填可能の魚雷ミサイル50発を搭載、水中速度40ノット以上でのキャビテーションを抑える7枚翼のスキュードスクリュー。全ての点でこいつは検査基準をクリアしました。明日は軍楽隊の演奏もなければ見送る家族もない。世界で一番不幸な船出と言える。はっ。山中、私はこの艦がアメリカのものとは思わない。核分裂の豊富なエネルギーは海水を分解して酸素を取り出し、浮上せずに20万キロもの潜航を可能にした。まさに万能無敵ですが、源泉にも難点はあります。難点？原子力蒸気タービンはディーゼルよりうるさい。しかしこのシーバットに比べたらロシアのは地下鉄並みの騒音だ。出航して14時間、順調だな。目標地点到達までは現在20ノット、明朝9時30分になる予定です。うん。本艦は明朝10時に源泉ニューヨークとランデブ、後10時30分進路を西に取り佐世保に寄港する。以上が全予定だ。あ、分かっております。ライアン大佐。艦長、開港地点の現場で待っているのはニューヨークだけではありません。
源泉がうじゃうじゃしていますよ。彼らがまずやることはヤマトの恩紋を記録することだろう。恩紋を捉えたら不都合です。今から進路を変えますか。いや、恩紋はいずれにしても取られる。それからが勝負だ。ではいよいよ。右舷前方スクリューオン距離4500。うん、1分の狂いもない。チーマットだ。なるほど、静かな艦だ。エンジン停止。シーマットの音紋を取れ。アクティブソナー撃て。艦長、反射が入り乱れています。やはりニューヨーク以外にも艦が。大佐、源泉ニューヨークには大きなクジラの友人が多いようですな。2番発射艦、音響魚雷装填。2番発射艦、音響魚雷装填。音響魚雷だと。音響魚雷装填。発射。待て。シーバットが何かを発射しました。速度は40ノット、距離1500、近づきます。魚雷か。エンジン始動、開閉。急速潜航、深度700。軍規違反だ。シーバットの指揮権を剥奪する。山中副将、海江田を艦長室に閉じ込めろ。山田、いや、艦長はこの私です、ライアン大佐。そしてこの艦はシーバットではなくヤマトです。お、来た。でかいぞ、米原戦クラスだ。小型ディーゼル艦並みですよ。バカ言え。そいつは日本の源泉かもしれないぜ。対戦哨戒機。定時訓練じゃない、スクランブルだ。何が始まったらしいぜ。本日午前10時30分、シーバットが小笠原沖で反乱逃亡した。反乱？逃亡ですと。何ということだ。スタイガー司令はシーバットを捕獲し、米国の軍法会議に処すると通告してきた。最悪の場合、撃沈もやむなしと。撃沈？なるほど、これがシーバット計画の主だった面々か。影の総理と呼ばれる五老体まで。これだけ揃えばまさに影の国防会議だ。事実関係の調査という理由で時間を稼いだが、私も正直なところ海江田は何をしたいのか見当もつかない。亡命でしょうか。考えられません。海江田は代々海事のエリートです。そこを思想に関しては全く問題ない。ともかく政府の態度決定を急ぎましょう。一つの選択肢は深入りを避けることですな。全てを米軍に委ねて。それは無責任すぎる。シーバットには23億ドルの拒否をつぎ込んでいる。アメリカはスタイガーの首で済むが、こちらは成り行き次第では政府が転覆します。何のための自衛隊かね。赤垣君。あ、シーバットを米軍より早く捕らえることができるか。難題ではございますが、
海上自衛隊の総力を挙げれば可能性も。ではやりたまえ。日本の手で解決だよ。閣下、捕獲したシーバットはどうされます？そのまま米軍に返還ですか？その前に調べ尽くす。我が国初の源泉とはいえ、動力と武器はアメリカのノウハウが大きい。源泉の純国産化のため、何としても米軍より先に極秘にシーバットを手にせんと。医療確認。そうだ、確認よし。グローブ解除。係留解け。相手は核武装した新鋭の源泉だ。捕獲ったってザトウクジラを取るようにはいかんしな。魚雷を撃って逃げたってことはマジですね。海江だ、奴に限って亡命も精神錯乱もない。赤外線モニターに反応。原子炉の温排水です。浮上してくるぞ。バイキングより司令部、ヤプト沖にシーバットらしき潜水艦を発見。速力15ノット浮上航行中。機長、更新電波です。 Good morning USA。本艦は原子力にて航行中。1955年、世界初の原潜ノーチラスがテムズ川を下った時に打った伝聞か。君はその猿真似をしたわけだ。そう、やってみたかった。日本初の原潜としてね。そのために浮上するとは気は確かかと思っています。正気だとすると、あとは金か。テロ国家にでも亡命して、この艦を売り飛ばすつもりか。シーバットですぐ、直ちに佐世保に寄港せよ。命令を無視すれば攻撃もやむなし。それとも、日本政府の陰謀か。アメリカの源泉を盗んで防衛に。傑作だ。日本がアメリカの傘から抜け出して何ができる。安保条約ですか。私は、アメリカが日本を守ってくれると信じるほど楽天家ではない。大佐、あなたは自分が同乗している限り攻撃はないと思ってますね。聞こえませんか。友軍でさえ敵だと奏でるこの信号に。350ポンド対戦爆弾威嚇だ。左舷上空来ますぞ。大佐、これがアメリカンウェイですよ。シャー君、シーバットが獣か鳥かどちらかと考えていたら、我が太平洋艦隊司令はコウモリを敵と言い出した。敵の名にふさわしいかどうか、まずは源泉に任せよう。シーバットの逃亡を許した諸君に雪辱の機会を与えたい。我が艦隊の名誉は帰還にかかっている。リチャード・ボイス。いつまでも舐めた真似はさせんぞ、イエローバットめ。司令部よりの通信受領。よし、通信部よろせ。米第7艦隊は西太平洋全域を封鎖中。竜波は台湾沖バリンタン海峡で待機せよ。自分の国の艦を追うのにアメリカのケツで待てか。時間は20ノットで、本日15時には。10ノットでいい。は？電池がもったいないだろうが。
先行深度100、方位260、速力10ノット。推測員は睡眠を取れ、各自交代で休んでよし。艦長、シーバット終わらないんですか？残念だが間に合わん。オイル臭い立浪じゃ無理ですか。バカ野郎、わからんか。このかぐわしい匂いこそ本艦がディーゼルの傑作艦である証だ。海江田は浮上した。なぜだ。自分の位置を知らせ挨拶しやがった。やつらしくない大胆な行動だ。まるで深町艦長のような。やつの本当の目的はわからん。だがやつはきっと北上する。深度1000メートルの海底で停止したままかれこれ3時間。インド洋に抜けるとしたらここで休む必然性は全くない。何が狙いだ、海兵だ。モーツァルトはお好きですか、大佐？ん？交響曲第40番、失踪する悲しみ。自分は好きなんです。これを聞くと深海の魚になった気分でゆったりしてる。反応は？ありません。シーバットがインド洋で捕捉されたという報告はありません。まだこの辺にうろついているはずです。注意しろ。エンジンを停止させたままいきなり魚雷という手もある。なるほど、気分が落ち着く。故郷のミシガンの風に揺られているようだ。まさか1000メートルの深海でこれを聞こうとは思わなかったがね。ソナーより艦長室、スクリューオンです。方位122、距離5000、ロス級原潜。数は？その後方におそらく数隻。どうだ？方位180、深度800。ほぼ本艦の真下です。もう下でコンサートをやっている艦があるってのか。ソナーより艦長室へ。接近していたニューヨークが予測通り停止しました。本艦の真上、深度500。残りの2艦も後方5キロでエンジン停止。よろしい。総員戦闘配備。総員戦闘配備。私が合図したらカセットのボリュームを少しずつダウンするんだ。はっ。得意の先制攻撃をかけんと向こうから撃ってくるぞ。ご安心ください、ライアン大佐。あんな間抜けな艦に魚雷など撃たせやしませんよ。指導力を電池に切り替え、バラストタンク無音ブロー、毎秒3メートル浮上。毎秒3メートル浮上、バラストタンク無音ブロー。間違いない、シーバットだ。魚雷制御入力用意。装填ナンバー1から4、通常弾頭および優先誘導。
発射が救済。給水を。艦長、ニューヨークは魚雷を装填しました。カセットの音量を毎秒一メモリずつ下げ。バンドはまだ鳴ってるな。は、5分前と同じレベルです。こっちは気づかれていないな。その、合図したらビーコンを撃て。音波が変えると同時に魚雷発射だ。はい。同乗しているライアンには気の毒だが、撃沈命令が出ているんだ。フン、海江だ。音を絞って徐々に遠ざかったと見せかける気か。よし、ピンガを撃て。魚雷撃たないでください。シーバットが本艦の真横にいます。鬼浮上停止。なるほど、音楽を絞りながら接近していたのか。これなら我が艦隊も魚雷を撃てない。だが、フン、シーバットめ、もう少し頭がいいと思っていたがな、いつまでも我がニューヨークにへばりついているつもりか。艦長、どうします。第7艦隊の位置は本艦の後方150キロに展開中です。よし、微速前進。ニューヨークが動きます。速度10ノット、重荷重20、アップトリム5。よし、微速前進、本艦も同じだ。てこい、シーバット、素敵なパーティーに招待してやる。こいつはすげえや。ニューヨーク、シーバット、シカゴとダラス、こりゃビッグパレードだ。近すぎる。空からの攻撃は不可能だ。艦長より乗員全員に告ぐ。我が艦の数十キロ前方には我々を捕捉するため世界最強を誇る第七艦隊が集結している。また本艦の背後には原戦ダラスとシカゴがついた。この状況は本艦にとって最大の危機といえる。だがこの窮地から再び我々が姿を隠すことができれば、世界は我々を捕捉不可能な原戦として認識するだろう。捕捉不可能、それはサブマリナーにとって最高の栄誉だ。これよりその栄誉ある脱出作戦を展開する。諸君の腕をもってすればこれは大した仕事ではない。私の指揮を迅速にこなしてくれればやすやすとやってのけられる程度のことだ。あと3分、第7艦隊とランデブーだ。アップトリム10、シーマットを連れて華々しく登場と行こう。待ってください、艦長。どうした？少し減速してください。シーバットの音が聞き取れません。やや減速したようです。何？まさか魚雷を？そんなバカな、撃てば自分ごと吹っ飛ぶことぐらいは分かっているはずです。スクリーンを2つ、後方より魚雷2本、45ノット、距離500。何？回避してください。完全速、重火器いっぱい、アップトリム最大。ダメです、振り切れません。
魚雷が上です。距離200 150 150命中します。艦長、ラッキーです。敵魚雷は2本とも不発です。いや、弾頭を外した魚雷だ。被害を報告しろ。なければ解凍して反撃する。原子炉、エンジンともに異常なし。スクリュー大破、航行不能です。何だと？プロペラが全て折れました。艦長、航行不能だと？こんな屈辱を経験したことがあるか。こんな屈辱を。水雷長、よくやった。完璧だ。見事な照準だ。艦を180度回答。艦首をダラス、シカゴに向けろ。マスカー用意。スクリュー音が消えました。マスカーで音波を吸収したのかもしれん。もう一度試せ。来ました。速度は40ノット、距離1500。シーバットが通過します。やつに食いつけ。魚雷で食い止めましょう。いや、近すぎる。それよりいい手があるぞ。180度回答。やり過ごしてやつのケツにつけるんだ。ニューヨークの敵だ。シーバットめ、航行不能にしてやる。敵舷船2隻が去ります。すでに10キロ。デコイとも知らずにやりましたね、艦長。シーバットのスクリューを押し込んだおとりの魚雷か。第7艦隊の位置は約35キロ前方に空母カールビンソン、それを中心に半径10キロに展開中。やっと来たか。晴れていれば夕焼けが綺麗に違いない。はい。20ノット、アップトリム10、潜望鏡振動。浮上するつもりか。なんという自信だ。世界の警察官、アメリカの威信は健在なようだ。少しは不安を覚えたか。ニューヨークを攻撃した以上、ただでは済まない。ミサイルを撃ち込まれる前に降伏すべきだ。降伏？そうだ。この艦の火力では到底カルビンソンに対抗することはできない。この時代に至ってあなたはまだ信じてるんですか？ん？アメリカの物量の神話が実はこけ脅しであることが今わかります。クレイジーバットメン、艦隊のど真ん中に浮上するつもりか。それとも神風？我々に対する知識が少しでもあればむしろ降伏を選ぶはず。よし、警告を与えろ。はっ。カリフォルニア、アラバマ、攻撃開始。
距離よし。第七艦隊に向け打電。通常にあらず。だと核魚雷です。これは威嚇だ。しかし万が一事実としたら、我が第七艦隊は瞬時に消滅します。もしこの脅しに屈したらどうなる。おたった一隻の源泉のために我が海軍の名誉が消滅するのだ。カールビンソン、進路、速度、変わりありません。海江だ、司令部はお見通しだ。君の切り札がただの脅しだということをな。ここに核魚雷はない。大佐、佐世保出る前に我々が最終検査をしたのをお忘れですか。山中、変われ。は、あの時魚雷をすり替えたのか。いや、あんな短時間でできるわけはない。 100% 確信できますか。何？一部の疑問があれば私には十分です。では核があるとしよう。だが君は撃てない。全世界が注目する中でできるはずがない。その通り、核を保有しても使うことはできない。ただ一つ、核の効能は威嚇においてのみ存在します。繰り返します、シーバットに核はありません。むしろシーバットの核は太平洋艦隊が極秘に搭載したんじゃないのか。そんな計画はない。しかし日本側は搭載するチャンスがあった。日本が核を開発したとおっしゃるのか。海江田の発信はまさにそれではないのか。ご存知のように日本は非核三原則を有し。建前など聞きたくない。シーバットには核があるのかないのか。カールビンソン、進路、速度、変わりありません。衝突まであと2分。カムそのまま。海江だ、ありもしない核の脅しが通用すると思うのか。何の真似だ。アメリカがどれほど日本を信用しているか明らかだ。アメリカが日本政府を信じていれば、つまり我が艦が核を持たないと信じるなら、カールビンソンはこのままヤマトを押し潰すことができる。しかし、もし停戦したら。停戦したら、アメリカは日本に核の疑惑を抱いていることになる。お分かりか。総司令部からです。司令官。面かじいっぱい。シーバットとの回線が通じました。私はリチャード・ボイス、当艦隊の司令官だ。光栄です、ボイス大佐。私は海江田四郎艦長。貴様は脱走艦だ。直ちに武装を解いて艦を降りろ。言うことはないのか。ない。ただし宣言したいことがある。そんな権利があると思うのか。あなたは聞くほかはない。この状況では冷戦構造が集結して、
アメリカ合衆国は世界の警察官としての自信を深めたらしい。だがたった一発の核への疑いからこの睨み合いが生じた。一つの核の可能性はアメリカといえども無視できないことを示した。お分かりか、時代は少しも変わってはいないのだ。私はこの半径5キロの海域にいわば世界の縮図を描いてそれを証明した。第7艦隊の行動はすでに全世界が注目している。人々は冷戦が終わっても依然として核が存在していたことに気づいたはずだ。もちろんこのシナリオが書けたのは我が艦が世界最強の源泉だからだ。そう、シーバットはアメリカの源泉だ。我々が日本とアメリカとの間に生まれた子供であることは認めよう。だが決して脱走艦などではない。そして今や我々は第七艦隊の所属でもない。では機関は何者だ。我々は独立国ヤマト。これは我々の独立宣言である。国際法により領海は12海里。領海を侵犯した者に対して我が国は当然の攻撃権がある。お分かりか、ボイス大佐。我が国の領海を侵犯しているのはあなた方アメリカだ。我々がアメリカを友好国と認めない限り攻撃権はこちらにある。あなたたちではない。これが海江田君か。源泉が独立宣言とは正気とも思えんが、天津君どう考える。海江田はごく正常のように思えます。その正常な男がアメリカにも日本にも所属せず独立を宣言した、この事実をまず認めるしかないでしょう。政府が国民に隠れて開発した事実も認めるわけだな。シーバット、いえ、ヤマトが源泉であることは隠しようがありません。北東よりスクリューオン、自衛隊のディーゼル艦です。艦長、無茶ですよ。第七艦隊のど真ん中に飛び込むなんて。黙れ。アップトリム10度、震度50。我が艦を突破する気です。核の存在を懸念して司令部は我がカルビンソンに停戦を命じた。だが以後の裁量権は私にある。なめるなよ、ジャップ。思った通り深町は最短のコースで来た。潜望鏡を下げろ。出迎えの用意を。立ち波に警告する。直ちに現場から離脱せよ。繰り返す。直ちに現場から離脱せよ。我慢やれ。日本はシーバットを説得するようです。あるいは共謀して脱出するつもりかもしれん。では5分だけ待ってやろう。我が国にようこそ、深町艦長。我が国だと？野郎だけのこんなむさっ苦しい国に長居するつもりはねえ。この艦を打破する。世界で最も小さい国家であることは認めよう。だが仮にも国家を打破とはどうするおつもりか。芝居はよせ。俺の立浪にピタリと並んで脱出するんだ。護衛艦と一緒なら奴らも攻撃できまい。アメリカがまだ安保条約に体裁つけてる今のうちだ。
やるのかやらねえのか。深町、我々には任務がある。超大国に支配されない軍事国家としての任務だ。何が国家だ。食料はどうする。弾薬の補給は。我が国が友好国と認めた国から支援を仰ぐ。その見返りに我が国は防衛力を提供する。貴様、女房が一人と子供が一人、鎌倉にはお袋さんも元気なはずだ。その家族を捨て、日本を捨ててどうする気だ。え、てめえらもどうすんだ。捨てるも疲労もない。地球を一つの国家とする。深町、私は日本政府と友好条約を結ぶつもりだ。日本と友好条約だと。司令官、原子炉を破壊したらことです。攻撃を控えてください。出せ。艦長、いましたか。船体はチタニウム合金、無反響耐えるそうだ。これじゃアクティブソナーでも発見しにくい。魚雷は全部に計8門もある。これで水中速度40ノット以上、河川深度1000となるとこいつを捉えるのなんか不可能です。くそ、まさしく世界最強の攻撃型原潜だ。急速先行。応答放棄。ハッチ閉めろ。急速先行。シーバット先行。我が艦の下に潜る気です。シーバットと同コースを取るなら立浪も同罪だ。全速前進、全艦攻撃開始。震度50。艦長。味方の被害を防ぐため爆発震度は100以上に設定されてるはずだ。浮上だ。立浪もアップドリブ、急速浮上中。同じ考えか。浮上停止。対戦弾真上三陣。取り火事いっぱい。重火事いっぱい。津波が大破したらこっちも。深町はかわす。これで最後でしょう。相当な被害を与えたはずです。全力で潜水を防止、修理を急げ。こっちが一発も撃ってないってのにバカスカ撃ちやがって。自衛隊の船を沈めて平気なわけだな。そっちが同盟関係を放棄するならこっちも専守防衛を行使する。貴様らのどてっぱらに魚雷をぶち込んでも
文句は言いませんってことだな。核を持つ源泉が極秘に作られた。しかも上院は日本人だ。重大な憲法違反だと言っとるんだ。武器の共同開発につきましては米国防省との間に取り決めた協約第3条に基づき。それでシビリアンコントロールか。首相は知ってたはずだ。ヤマトは国際法的にはアメリカの一部でありますが、政府の正式承認なしに進められた経緯は国民への。ヤマト問題で国会では論議が沸騰。太平洋上で独立宣言を行った。ヤマトは日本人が果たせなかったもう一つの日本の選択と言える。世論はきっと動く。掛上総理は国際感覚ゼロ、リベラルとくればこの難局はつらい。野党は不信任案で来る。ここを生き延びるには逆にヤマトを積極的に利用するしかない。官房長官の発言とも思えんな。外務省は頼む。首相は俺が説き伏せる。緊急安全保障会議か。ヤマトを認めるよう提案してきます。たわけが。海江田の言葉に踊らされて官房長官が務まるか。ここは一つヤマトを利用してアメリカに貸しを作ればいい。アメリカはむしろ日本の弱腰と見るでしょう。アメリカの傘の下で軍事力を養えばいい。それが国家100年の計だ。そんな古い考えでヤマトの建造に関わってきたのか。親父はそろそろ部隊から降りた方がいい。なんだと。貴様一人でやってくれたと思っとるのか。この日本に勝手な真似はさせん。どう？会議は欠席することだな。親父を慰めてやってくれ。ヤマトが明らかにしたのはアメリカの本音です。アメリカは日米安保条約を踏みにじり、日本を守るどころか攻撃さえ辞さないことを世界に見せつけました。天津君、個人的な意見は慎みたまえ。大臣、ショックから立ち直った国民は今や当たり前のように話題にしています。以前の日本なら当然ヤマトを見捨てたでしょう。しかしアメリカの本音を知った今、国民は納得しません。ヤマト護衛のため自衛隊を派遣すべきです。諸外国の警戒心を煽るだけだよ。自衛隊が出動したら後戻りできん。望んでいたことではなかったのですか。天津、官僚は下がれ。ではどうするというのか。国家としてこれ以上の態度の保留は許されません。総理は常々安保条約の見直しを口にされてきました。今こそご決断を。私の見直し論は君らとは根本的に違う。この状況に悪乗りはいかんよ。そもそも防衛庁を甘やかしたのは君の父上に代表される国家主義者だ。私にとってこういう考えは古いも新しいもない、皆同じだ。総理はやっと自衛隊を承認されましたが、そんな調子でこの激動を乗り切れると。無理だろう。がけじめはつけなければならん。首相さえ知らされない源泉の秘密建造計画など国家的犯罪だ。防衛庁長官並びに全ての関係者は即刻やめてもらう。だが結果として生まれたヤマトについては別だ。ヤマトが日米関係について明らかにしたことは私も認めざるを得ん。ヤマトの護衛のため海上自衛隊の出動を要請する。問題はアメリカだ。日本政府は崩壊寸前です。責任はアメリカに転嫁するためか、それとも時間稼ぎか。急な首脳会議の提案ですがいかがします。追い詰められると不意打ちというのは日本人の行動様式だね。無論首脳会議も想定プログラムのうちですが、すぐ
OK と返事してやりたまえ。ただし場所は我が国民の愛国心をかきたてるパールハーバーではどうだい。素晴らしいアイデアです。で、日本に対する最も厳しいプログラムは？その赤い表紙です。おお、刺激的だね。専守防衛の定義ですか？正確に言える奴は案外おらんのだ。敵の侵略行動があって初めて成立する戦闘のことです。よし。だがどう侵略と判断する？極めて微妙です。侵略と判断した時にはすでに致命傷を受けている場合もありますから。自衛隊がついに有事出動か。感無量だな。腕が鳴りますね。まったくだ。これで自衛隊に対する国民の意識も変わる。ええ、諸君、任務はあくまで専守防衛だ。忘れるな。はっ。言うはやすしか。日本政府の見解を申し上げる。現在太平洋に緊張が高まっているが、ヤマトに対する米第三艦隊の圧力を控えるよう要請する。これが受け入れられなければ、日本政府は相当な覚悟を持って日米関係を検討せざるを得ない。日米の合意に基づいて第七艦隊に所属したはずのシーバットは一方的に協定を破棄した。そのために我が合衆国は多大な損害を被った。損害を受けたのは日本だって同じだ。これは軍事行動であり安保条約に反する行為だ。我々は事前に通告さえ聞いていない。安保条約を持ち出すのか。では第七艦隊の行動は？我が国の潜水艦は相当なる被害を受けた。あれは日本側の危険な行動によって起きた事故に過ぎない。事故だと？ハワイでは首脳会議が始まったようです。どこまでやれるかな。日本は会議を引っ張るのは若手のナショナリスト議員、戦争を知らない楽天家たちだ。交渉は決裂するでしょうか。下手に押せばまとまらんでしょう。もともとアメリカは話し合いで決着をつける国ではない。その通り。アメリカの正義とは相手の屈服を意味する。艦長、そろそろ予定の海域です。間違いありません。日本を出航した護衛艦隊です。ハリコの虎が何を？シーバットを捜索している模様です。手間を省いてくれるのか。これは大いに感謝しなければならんな。艦長、やはりモールス信号です。読んでくれ。我第二護衛艦隊、これより機関を日本まで護衛す。自衛隊が護衛だと？日本がその気になった。続きます。情勢は極めて微妙なり、願わくは専守防衛に徹せられたし。専守防衛、答案を見せろとおっしゃるのか、沼田さん。第三艦隊は距離を急速に詰めています。計算によれば我々はすでにヤマトの到達海域にいます。おそらく第三艦隊も同様でしょう。全艦に告げろ。これより第三艦隊を牽制する。ヴィンセンスが急速接近中。実力で阻止するつもりか。速力30ノット。このままでは衝突します。艦長、テンダー命令を。ともかくシーバットは合衆国海軍の問題である。我々は日本護衛艦隊の即時撤退を要求する。ヤマト、シーバットを攻撃するつもりですか？第三艦隊はいかなる妨害行動も排除し、現地時間16時、シーバット捕獲に移る。なんだと？ヤマトが核を使ってもいいというのか？今の言葉について竹上首相にお聞きしたい。
隠しようとおっしゃったが、これはシーバットの核保有を日本政府が認めたと理解していいのか。いえ、そうではありません。あなたは金がね、日米安保条約の見直しを主張している。その背景には日本の核武装という構想が含まれているのではないか。とんでもないことです。艦長、停戦してください。いかん、止まったら衝撃をまともに食らって沈没だ。しかし相手と平行に取れ、力を受けなら。また来るぞ。相手は9600トンだ。聞こえたか。かすかですがシーバットのスクリオンをキャッチしました。護衛艦の下にへばりついていることは確かです。よし、ヴィンセンスを戻せ。ヴィンセンス、遠ざかります。近距離を嫌っての攻撃態勢かもしれん。注意しろ。攻撃開始。この魚雷攻撃を我が国に対する明瞭な侵犯行為とみなす。エンジン停止。一番艦デコイ発射。ヤマトでしょうか。デコイの爆発だ。多分な。クラバに被害、艦艇に損傷、負傷者多数。艦長、相手はヤマトを狙っていますが、被害は我々が受けます。このままでは。忘れたか、戦死防衛だ。エンタープライズより更新です。5分以内にヤマトから離れない場合、対艦ミサイルを発射する。これは脅しではない。こちらから攻撃する意思はないと伝えろ。海兵だ。専守防衛とは侵略を受けた場合の戦闘と答えたな。その通りだ。しかし現実には何をされても侵略と判断するわけにはいかないのが日本の立場だ。第三艦隊がシーバットと交戦を開始した模様です。しかし現場には自衛隊の護衛艦がいて、作戦遂行が困難な状況です。天津君、確認します。残念だがミスター竹上、太平洋を挟んだ両国の蜜月にピリオドを打たねばならない。シーバットが存在する限り、またそれを護衛する自衛隊が残る限り、対立は避けられない。合衆国は日本と戦争状態に入ったものと認識する。大統領、待ってください。護衛艦は引き上げません。ただし決して戦闘には加わらない。そういえば我々の攻撃はないとお考えか。総理、もし護衛艦に被害が出てもですか。ここまで言われても耐えねばならんのですか。日本は二度と戦争をしてはいかんのだ。ベネット大統領、我が護衛艦隊は人命救助のために現場に留まる。ですから攻撃をやめていただきたい。攻撃停止命令を。そう、戦闘をしてはならない。それが総理のお考えだ。大統領から指示は。ありません。判断は我々に委ねられています。シーバットを護衛する自衛隊は排除する。対艦ミサイル発射。8時の方向にハプーンミサイル1機。
8番艦クラマ、対艦ミサイル命中。司令、反撃は？被害状況を報告しろ。全艦総力を挙げて救助に当たる。朝霧、機関室にミサイル命中。司令、敵の砲撃距離に入ります。これでは我々はただの標的です。クラマ救助に向かう。おもかじいっぱい。司令、反撃を。そうはいかん。しかしこのままでは。我が艦に対艦ミサイル10機。ミサイルはともかく、攻撃距離に入ったらとても防ぎきれません。専守防衛とは事実上の攻撃権の放棄なのだ。護衛艦は動きません。銃を持っていても撃てない。いい国だ。ぜひとも我が国と同盟しなければならん。艦長、このままでは彼らは全滅です。現時点で彼らはそれを選んだのだ。我々は厳粛にそれを受け止めるしかあるまい。二番艦開け。シーバット発見できんかい。護衛艦の下にいるに違いありませんが、まだ確認できません。よし、護衛艦を沈める。攻撃に備えて離れろ。ラジャ。ハプンミサイル。沼田さん、我が独立国家ヤマトは明白な侵略を受けた。これが専守防衛の戦闘です。ハプンミサイルです。デグ2、迎撃しろ。もしや核ファイヤー。中です。魚雷全門発射。司令、これはアルミ箔です。レーダーの目を奪われました。全ての完成が不可能です。くそ、いつ収まる。10分はかかります。あなり下げより魚雷、エンタープライズが飛来しました。少なくとも4発。測ったように格納庫、機関室へ2発。持つまい。長らく太平洋艦隊の象徴として君臨してきた不沈空母の最後だ。ロングビーチです。ハルナよりモールス。我、人命救助のためとどまる。機関は速やかに日本に向かわれたし、無事を祈る。急速潜航、深度300。エンタープライズ沈没。ロングビーチ火災炎上中。他の艦艇は救助作業中。シーバットは逃走中。大統領、乾杯です。最初から退役間際の空母に期待などしていない。勝負をかけるのは新鋭イージス艦だ。ヤマトよ、儚い勝利によって自分を追い込むがいい。あれだけの被害を受けてはアメリカも黙っておらんだろうな。安保は破棄。アメリカは手を引けばロシアが堂々と日本の領海をのさばり出す。ヤマトとの同盟はいよいよ現実的になってきました。しかし同盟すれば日本は孤立する。総理、あなたは日本をどうしたいんです？我々がこんな調子だから、ヤマトは自主独立の見本を示してくれたんだ。過去の歴史は消せん。単にヤマトと同盟するだけでは世界から軍国主義の復活と非難される。それではこれまで通り優柔不断な政策を続けるんですか？ヤマトは今も日本に向かっているんです。どうだ、シーバットの魚雷発射ポイントは探知できたか？はい、ダッグ隊が解析した位置から北東へ移動。
10ないし15ノットで日本を目指すならあと数分でこの近くに現れるぞ。本艦を捜索して第三艦隊はほぼこのように散開しています。幸いその中心からは脱出できました。もう一息です。いや、まだ厄介なのが残っている。最新鋭の潜水艦ハンターが。本門不合。シーバットか。間違いありません。恐ろしく静かです。もしこっちが動いていたら探知できなかった。進路は北北東。ベストだ。前方約2000は浅い海底火山帯だ。いくら河川深度1000以上の化け物といえど海底以上には潜れん。魚雷の撃ち放題ですね。 OK、 監視マーク41セル、アスロックデータ入力。はっ。アスロック発射準備完了しました。焼けただれた海底に追い詰めろ。ファイヤー。後方洋上に発射門。ピンガー撃て。敵は3隻全艦同時に追進。魚雷着水。全速直進。海底ソナースキャンして海底ギリギリを這え。逃げられんぞ。爆薬は通常の2倍だ。前方に海底火山、熱流を感じます。距離800。背後の魚雷、距離600。海底20につけろ。全部タンク注水、ダウントリム7。スクリュー逆進、海流を攪拌しろ。前弾爆発しました。激震です。艦長、この衝撃に耐えられる潜水艦はありえません。もしシーバットが魚雷のセンサーを狂わせるためにスクリューで海底を攪拌していたら。スワロー、どうだ。浮遊物は発見できません。爆発点では未だに大きな音が続いています。おそらく海底で土砂崩れが発生していると思われます。ソナー、故障は？ありません。しかし土砂の音でマスキングされて聞き取りにくい状態です。完備が完全に埋まりました。原子炉が危険です。動力をバッテリーにスイッチしろ。魚雷発射口点検。艦長、今脱出しないと浮上できなくなります。浮上すれば魚雷の的になる。安心しろ、この土砂が守ってくれる。ですが。魚雷発射口異常なし。艦長、まだ魚雷です。水28機、距離3000。水雷長、魚雷船用意。魚雷進路のデータはシーソー。まず1番から4番発射。5番から8番発射。最初の爆発と同時にエンジン始動。土砂がもう一度攪拌された時を狙って浮上だ。バラストタンク全ブロー。スクリューオン。爆発です。今度こそ決まりでしょう。敵の魚雷は？マスキングされて聞こえません。こちらソロ、レイクエレイに魚雷接近中。レイクエレイに避難。ケープセント上司も避難しました。なぜこの状態で追尾システムが。敵はホーミングに頼ってるんじゃない。こっちの動きを読み切ってデータを入れたんだ。脱出しました。敵に干渉を向ける。手強い艦だ。しかしこれを倒せば第三艦隊の戦意を失せる。水雷将、
魚雷残存数確認。残り4本。ピンアーを一度撃て。シーバットの位置が分かり次第アスロック発射だ。はい。真下に艦浮上してきます。真下だと。250。震度200。体当たりでもするつもりでしょうか。アスロック装填、照準は真下だ。垂直に落として敵に当てるんだ。我々は魚雷を打ち上げた後に全速で脱出する。全員傾斜に対応せよ。アップトリム90度。反射が急速に小さくなっています。離れたか。いえ、距離は変わりません。アップトリム90。敵は魚雷を撃てる状態です。いや、それはできません。この距離では自分もやられることぐらいは分かるはずです。その通りだ。アスロック発射だ。爆発頻度200。急げ。機関全速、取り舵いっぱい。1番2番発射、直ちに注水。スクリュー反転。ライダと無断投魚雷です。爆発はありません。こちら機関室、スクリュー事故をやられました。水力ゼロ。動けんというのか。アスロックが降りてきます。脱出しましょう、艦長。この艦に当たりそうなやつだけを撃ち落とせばいい。一本でも多くやつに向かって着水させろ。しかし艦長、次の2本の発射で48本目になります。アメリカは我々の魚雷発射数を必死でカウントダウンしている。残りを撃ち尽くせばアメリカはこう断定するだろう。ヤマトの通常魚雷はない。残るのは核魚雷のみだと。私は待っていたのだ、この瞬間を。震度450。魚雷発射用意。敵の戦闘能力を完全に奪え。よし、そのままシーバットを地獄の底まで追いかける。しかし艦長、爆発震度は200にセットしてあります。シーバットが魚雷を発射。何？魚雷です。無断投魚雷です。機関室浸水。世界最強のデータシステムを持ったイージス艦、完璧に負けた。もう世界のどの洋上艦をもってしてもヤマトを沈めることは不可能ということか。艦長、大艦を、艦長。ヤマトは通常魚雷の残存数カウントを確実にするため無断投魚雷を発射した。残るは核魚雷のみとの通告か。我が最強の太平洋艦隊がたった一隻の原潜に敗れた。この事実が世界に与える恐怖は計り知れない。シーバットは独立国家ヤマトとして予定通り東京へ向かうだろう。キャプテン海江田がどんな要求を突きつけるか、日本政府がどう対応するか予想はつかないが、ここで我々が恐れを見せれば合衆国の信頼は揺らぎ、シーバットの追従者を生むばかりだ。その方がもっと恐ろしい。
我々もまた彼らを何万回も殺せる核を所有しているのだ。我々が依然として世界の名手であることは間違いない。国民の皆さん、内閣総理大臣としての重大な発表を行います。私は今緊急閣僚会議で重要な決断をいたしました。これからお話しすることに驚かれる方も多いでしょうが、冷静に耳を傾けてください。ご存知のように原子力潜水艦ヤマトは我が国との同盟を求めて今日本に向かっています。私はそれを受け入れるつもりです。なぜならヤマトは核を所有している可能性があり、攻撃を受けた場合核を使用する恐れがあるからです。今なすべき日本の役割は何でありましょうか。それは今ヤマトが選択なき孤立に陥らぬよう最大限の努力を試みることであります。雲が切れて水平線まで、海も空も一途に青く、季節ごとに人の心変わるけれど、いつでも戻る。この海へと、これからの新しい物語、夢の渚探し続けてくる。